まあ、今それこそいろんなウォッチですとかデバイスが発達してますので、モニタリングで医者が本来知りたい情報を疾患ごとに選んで、その情報を医師にこう伝えてくれた、宇野さんだった宇野さんのこう状態に合わせたもののデータを我々が見ると。オンライン医療っていうのは距離を結ぶものだと思ってたんですけど、もう今の話聞くとウェブサービスですよね。こういう技術の進歩も含めながら、もっとその病気の管理というものに使えないだろうかと。やっぱり今の病気っていうのはがんとかもう含めてですけど、生活習慣病が中心で、要するに患者さんが自分の行動を変えていかないと基本的には治らないと。つい最近まで人間ってほぼほぼ感染症で死んでたわけですよね、はいはい、ほぼほぼ、だからお医者さんの役割ってまあ基本的に伝染病のやつにこう隔離して薬を渡すことだったと、今はもうそうじゃなくて、なんかライフスタイル改善 で、 そうです、ね、なんか生活習慣病にならないように指導することが医者のお医者さんのメインのお仕事になってきてるんです、今まではおっしゃられたように医者が薬を出して、じゃあはいちゃんと飲んでねっていうことだったのが、一緒にですね、いやどうやって、いやじゃあ食事を変えていくとか、どうやったら少し運動できますかとか、そういうふうに一緒にこう医療を組み立てていく時代に、どんどんと変わってきてると。